皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義行です。本日もドリームキャンバスの愛をつなごうご覧いただきましてありがとうございます。昨日幼稚園からのご依頼で幼稚園の卒園式を YouTube ライブ配信してきました。園児たちの元気な姿、それを見守るお母さんの笑顔、1年間一生懸命関わってきた先生の涙、どれも素晴らしかったです。先生が一人ずつ園児の名前を呼び出すんです。ですが感極まって言葉に出せなくなる、この姿ものすごく感動しました。本当に一生懸命1年間園児に関わってきたからだと思います。今日のテーマは人間関係を良くする方法。人間関係について少しお話をさせていただきます。私は10年ほどある心理学を学んでいます。その心理学の中で大好きな言葉があるんです。今あなたが言おうとしていること、やろうとしていることを言ったりやったりすることで、その人との距離が近づくなら言う、やる。離れるなら言わない、やらない。人は言葉を発するときにいろんな思いがあります。感情をぶつけてしまうこともあります。ですが一番大切なのは、その言葉を発したことによって相手がどういうふうに感じるかなんですよね。今その言葉を出すことによってその人との距離が縮まる。その距離が縮まるんであれば言う。だけれどももし距離が離れるのであれば言わないってことですよね。どうしても何かあった時にあまり言葉を考えず発してしまう時があります。でもその言葉が相手を傷つけたり、その人との人間関係を壊すこと、それも多いかと思います。ですから一瞬のその時にこの言葉を言っていいのか言わない方がいいのか、それを判断する、それを身につけていきたいと思っています。心理学の中で人間関係を良くする7つの習慣っていうものがあります。順番に言いますね。傾聴する、支援する、励ます、尊敬する、信頼する、受容する、意見の違いを交渉する。私はこの中で傾聴するを大切にしています。人はどうしても自分の話を伝えたいが強いんですよね。ですから話し始めると止まらなくなってしまう、そういった人も多いです。ですが、理解されるよりも理解するっていう言葉があるように、まずは相手の話をよく聞いて相手のことをしっかり理解することが大切なんです。相手を知って相手を理解して相手が望んでいることをやってあげる、それができたとしたら人間関係はすごく良くなるかと思います。私が学んでいる中では、7対3というふうに言われています。7が聞く、3が話すです。ですからほとんど相手の話を聞くってことが大切なんですよ。やっぱり相手の話を聞いた上でしっかりと相手のことを、理解してあげる、ぜひ皆さんも身につけてほしいなっていうふうに思います。あとは受容するとか承認するってことはすごく大切ですよね。人はそれぞれ考え方が違います。これを簡単に言うと価値観の違いだと思います。ですから私が正しいと思って話をしていること、相手が正しいと思って話をしていること、これはお互いに違うんです。私が正しいと思っていても聞いている相手はそれを正しいと思わないこともあります。反対に相手が正しいって思って話をしていることでも、私は心の中ではそれちょっと違うんじゃないって思うこともあるかと思います。ですがやっぱりああそうなんだというように相手のことを受容するってことなんですよね。相手の言ってることを受け止める、しっかりと話を聞いてあそういう考え方もあるんだっていうふうに
受け止めていく、これってものすごく大事です。皆さんもぜひ心がけてください。反対に人間関係を破壊する7つの習慣という言葉があります。これも順番に、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰する、目先の褒美で釣る、どれも嫌ですよね。この中で私は批判する、これは自分の中では避けています。ですがもちろん私もそれほど人間ができているわけではないので、やっぱり相手のことを批判してしまうってことがあります。ですがこれは避けていこう、心の中でいつもそういうふうに思っています。特に問題となるのは相手がいないとき、陰口を言うことですよね。人の話、人についての話っていうのは、自分が発したこと、それが巡り巡って自分のところに戻ってきたときには全然違うものになってしまいます。もちろん自分が陰で発した言葉によって相手は傷つき、相手との信頼関係はなくなっていきます。ですから相手がいないところで相手の陰口を言う、これは避けたいものだと思います。まあ、それよりもいるところで言いたいことがあればはっきりと言う、それが分かり合うということなんじゃないかなと思います。でも十分気をつけていただきたいのは、何でもかんでも言えばいいっていうものではないということです。人間関係ができている中でしっかりと相手のことを思いやった上で自分が思っていることを言っていく、ちょっと難しいかもしれないですけど、そういった、心掛けは必要だと思います。皆さんはどうですか？相手のことを批判するということありますか？もしそういった時があるのであれば、ぜひ陰で言うってことはやめましょう。またもし誰かと話をしていて、誰かの話、誰かを批判しているような場に会ってしまった、その時はその場を離れる、これも大切なことだと思います。あと皆さんはどうですか？相手の喜ぶことってしていますか？何かこう言ったら相手は喜ぶ、こういうことをしてあげたら喜ぶ、そういったことをぜひ探してください。そして相手が喜ぶようなことをもっともっとしてあげましょう。そうすれば自然とその人と分かり合うことができて、その人との人間関係はもっともっと良くなっていきます。